吉宗評判記暴れん坊将軍。元禄時代以後、庶民文化の発達に伴い、それまでは武家階級だけのものであった礼儀作法や学問が、町方庶民の女たちの間でも求められるようになり、女子の高等教育機関、今でいう花嫁学校が現れ始めた。お待ち。町人の分際で武家の行く手を遮る所存か。でも私たちだって。控えなさい。あ、何よあの態度。ツンツンして。あの美穂とかって娘、戦国取りのお旗本のお嬢様だってさ。戦国取りじゃ、逆らったりしたらお咎め受けるんじゃないの。平気平気、私たちだって同じ塾生ですもの。堂々としてたらいいのよね。最高ね。肝入り高家執刀中将首里大夫、上様にお願いいたした儀があって参上つかまつりました。よし、聞こう。は、先年ご許可に相なりました町方私塾設置の件についてご再考願わしゅう存じます。考え直せ。昨今旗本御家人の娘たちも町方私塾に通い始めたとか。それは町方私塾に何か良いものがあるからではないかと心得ますが。うん、その通りだ。中将、考え直すことはないと思うぞ。さようでございますか。上様のご意志なればそれも結構。なれど一言申し添えますが、妙な連中の教える妙な礼儀作法が風紀の乱れを呼びましても、我ら高家は預かり知らぬこと。ではこれにてご無礼をつかまつります。嫌味なやつじゃ。上様、高家どもはバカ高い授業料を取って旗本の娘たちに髪の生えた礼儀作法を教え儲けているのでござりまするぞ。町方私塾に押されて儲けがなくなるのを恐れ文句を言いに来たというわけだな。お気になさることはございますまい。困ったものよ。上様にもことごとにしきたりをひっくり返してくれるので我ら高家の出番がすっかり減ってしまった。紀州の山猿将軍には室町以来の優雅なしきたりがわからんのよ。その上儲けまで不意にされてはたまらん。町方私塾、何としても叩き潰さねばならんぞ。ついでに今の上様の身をもの。このままでは我々の立場がない。一つ残らず私塾を叩き潰せば許可をした上様の落ち度になる。上様の祭りごとに不満を抱く者が多い。必ずこうする者たちがおる。我ら高家が昔のような力を持つ時代が取り戻せるぞ。
頭、邪魔するぞ。まあ、いらっしゃいませ。おまっちゃん。私、あいにくと退出するところでございますので、どうぞごゆるりと。神様、いらっしゃいまし。おい、おさえ、やめろよ、神さん、びっくりしてるぞ。あちら、一体これは。ちょっと神さん、私をまっちゃんがおひそやかにするとそんなにおかしいか。いや、いや、そうじゃ、どうしたんだ、あちら。いや、何ね、お町にある年頃だっていうのにね、あんまり跳ねっかりがひでえもんでね、ちょっと花嫁修行させようと思いましてね。去年ね、これほら、駿河台できました。伊勢貞治様のあの塾へ会話してんの。ああ。新さん、塾長の伊勢様はね、伊勢流礼儀作法のお家元なんだよ。新さんがびっくりするのも無理ねえぜ。飛び口ぶち込んで、短歌拾ったおばちゃんが。これだもんね。俺たちだって初めのうちは薄気味悪かったな。近頃じゃおかみさんまで付き合っちまうんだから。前に時期が止まって。察してくださいよ、新さん。まあそういうな。礼儀正しくするというのは、いいことなんだから。押してくださいよ、新さんまで。これ以上その気になられたら身が恐るぜ。あんた普通だ、まあ、いかげんしろ。お前らもそうだよ。いいかい、人間にはな、心得ておかなくちゃなんねえ大切なことが一つあんだよ。仁、義、礼、智、信ってな、礼一の三番目にお前大切なことだぞ。お前覚えておけ、そんなこれ。すげえな。いや、頭から孟子の講釈受けようとは思わなかったな。いやいや、このくらいのことはね、頭がやってんですからね、足も。何言ってんだい。おまっちゃんの受け入りのくせに。え、なんだ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 。こちらは新任の師範、藤里先生です。女子は文武百般に秀でた稀に見る才女でいらっしゃるゆえ、皆さんの良き指導者になっていただけるものと期待しています。藤里です。私には私の流儀がありますので、塾長先生の許しをいただき、遠慮なく厳しい指導をやるつもりです。覚悟しておきなさい。ではまず薙刀の稽古を行う。支度を整え、表へ出なさい。昨今の世間の風潮はまことに嘆かわしき限りである。太平に慣れた人心は怠惰に流れる一方、これではなりません。私が叩き直します。受け組、回れ左。町人組、回れ右。受け組の一同、町人組に稽古をつけなさい。構え、進め。えい、えい、えい、進め。えい、えい、えい、えい。先生、何の素養もない町人にいきなり荒稽古は無理です。やめてください。お黙りなさい。そのような気持ちが怠惰だというのです。私が相手をします。町人組、一人ずつかかってきなさい。その方から前で、前で。まったくひでえことしやがって。花嫁修行に礼儀作法、お茶お花と思ってたのに怪我をさせられるなんて。ひどい目にあったのはおまっちゃん一人か。うん、お弓ちゃんもおけいちゃんも。花嫁修行どころじゃねえな。頭、ほっといちゃいけねえぜ。その藤里って女、許せない。いくらなんでもやりすぎだな。よし、困ったら俺が怒鳴り込んでやる。ああ、待て。みんなで言っても仕方がない。今日は俺と頭に任せておけ。いや、しかし。ああ、
新さんが言ってんだ、そうしろよ。誰がいるかい？藤里って知りますか？いらっしゃいませ。あんた藤里って人かい？はい。どうぞお見知りおきくださいませ。してあなた様は？うん。おしゃお持ちの兄貴だよ。はあ、さようでございますか。女一人のわび住まい、一言お声をかけてくださればご主でも用意いたしましたもの。いやいや、俺は酒なんか飲みに来たんじゃねえんで、ちょっと話し合ってきたんだよ。なれば茶など一服お立ていたしましょう。さあどうぞ。茶？お。どうもありがとう。ところでその話なんだけどよ。月が出たようでございます。いや、そんな月なんかどうでもいいんだよ。俺は大体お待ちのことでちょっとお前さんに話してきたんだよ。良い月ですこと。え？見事だ。今日はあまり出来がよくございません。お松さんのことでございましたね。うん。どうだろう、町人組には武芸だけは手心を加えてやってもいいのではあるまいか。いいえ、それは違います。どうしてだ。私、町人に学問は必要ないと思っております。なのに当塾生は半分は町人です。入学した以上は武家も町人もございません。それは少々暴論でしょう。なぜでございます？町人には町人の学問がある。それを求める者が多いからこういう私塾ができたのです。それはあなたのお考えでございましょう。私には私の考えがございますゆえお捨ておきいただきます。そうはいかんから話しに来たのです。どうやら水かけ論のようでございますね。藤里殿、そなたは確かに文武両道に秀でた才女だ。しかしこの世の中にはもっともっと秀でた人がいるかもしれんのですよ。それがあなただとおっしゃるのですか？いや、私は。いいでしょう、なれば立ち会っていただきましょう。したな。長藤里、伊勢塾を中から揺さぶるためにお前を送り込んで10日になるが、首尾を参っておるかの？はい。あの、過日徳田新之助と申す若侍が乗り込んでまいり、いささか不覚を取りましたが。まずいの。他の私塾への嫌がらせはすべて首尾を言っておると申すに。ご心配に及びません。このまま荒稽古を続けていけばいずれは嫌気がさし塾生たちは来なくなりましょう。必ず伊勢塾は叩き潰してご覧に入れます。うん、頼もしいの。
頼むぞ。おやめなさい。乱暴はいけません。稼ぎが悪いから折檻してるんだ。ほっといてくれ。そうはいきません。邪魔する気か、お前。やっちまえ。もう大丈夫よ。どうしたの？帰るところがないの。もう館の家へは戻れないし。ご両親や親戚の方は？かわいそうに。心配いらないわ。お坊ちゃんのところへ行きましょう。え？本当？いいの？え？新さんのおかげでやっと花嫁学校らしくなったわね。これが本当の姿なのよ。私たちこういうことを習いに通ってるんだもの。なぎなたなんか上手になったって私たちの役には立ちゃしないもんね。もっと気合を入れて。腕組みが絞られてるわ。もう一度。えい、えい。もっと気合を入れて。もう一度。始め。気を抜いてはなりません。どうせ稽古だという気であっても上達しません。真剣勝負のつもりで私にかかってきなさい。私は静香流の目録を受けましたが構いませんか。もとよりなれば。いざ。なぎなたの稽古だ。ひどいわ。すぐ手当てしなきゃ。ねえ、私に捕まって。捨っておけ。証人の助けは軽いの。なんて意地っ張りなんだろう。気がついたようだね。ここはどこ。もう少し横になってた方がいいわ。ここはね、私の家だから心配いらないのよ。どうしてここへ。お町さんが担ぎ込んでくれたのよ。お医者を呼んだり付きっきりで看病したり、もう一生懸命になって。美穂さんとは言ったな。話を聞いたよ。武家だろうと町人だろうと同じ人間なんだ。つまらない意地を張らない方がいい。人間助け合わなくては生きていけないんだからな。お町さん、ごめんなさいね。意地悪ばかりしてきたのに、こんなに親切にしていただいて。いいのよ。困った時はお互い様ですもの。これからは仲良くしてね。お町さん。頭。え、さすがに頭の妹だ。お坊ちゃん、いい切符だ。けど、藤里って女、どうなってんでしょうね。上様、せっかくご許可にあいなりました町方私塾も、生徒が集まらず、次々に看板を下ろしておるそうでございますな。やはり町人の女に学問は不要なのでございます。ただ物珍しさだけで集まってきたのでございましょう。どうやら上様の護衛団も先細り、さぞ残念なことでござりましょうな。では
んじゃ無礼な。あることないことベラベラほざきよって。ですが加納様、私塾が潰れているのは事実なのです。どうやら裏で嫌がらせを仕掛ける者がいるように思われます。先日も。明らかに私塾潰しが目的の嫌がらせだな。高家どもは上様を恨んでおりまする。ひょっとすると上様に立てつく企みがあるのでは。藤里という女のやり方もいささか異常でございますが、あの女も加担しているのでございましょうか。探ってみる必要がありそうだな。半蔵、お園、頼むぞ。ほ。おばちゃん。おすずちゃん、お迎えに来てくれたの。ありがとう。さあ帰りましょう。おいしいおいしいお夕飯作りますからね。おすずちゃん何がいい？卵焼き。いいわよ。かごめかごめ、ほら。かごめ。みなしごを養っているというのか。はい、あこぎな親方にいじめられていた角兵衛獅子の女の子を引き取ったそうでございます。藤里にもそんな一面があったんだな。徳田様は本当に藤里に仕返しをしてくださるのかしら。そりゃ新さんのことだもん、必ずやってくれるわよ。でもあれから3日目よ。今日も源氏物語の講義で嫌味たっぷりに絞られたわ。私もう塾が嫌になったわ。やっぱり父に動いてもらった方が。あ、マジ。あ、美羽さんたち、お前さん方もちょっと一緒に来てくれるか。どこ行くの兄ちゃん。いや、あの新さんな、藤里のうちちょっと覗いてみろっつうんだよ。行こう行こう。あ、私のお母ちゃんになって。私おばちゃんみたいに何でもできる素敵なお母ちゃんが欲しいのね。お母ちゃんになって。ダメダメよ。どうして？おばちゃん、おすずちゃんのお母さんになれるような人じゃないの。本当はいけない人なの。そんなことないわ。いいえ、そうなの。おばちゃん、昔子供を亡くしたの。おばちゃんにも生きていればちょうどおすずちゃんぐらいの子供があったのよ。さよという名で、とっても可愛かった。でもね、その頃おばちゃん、人に負けるのが大嫌いだったの。何をやっても人より上手でないと気が済まなかったのよ。それで毎日毎日いろんな稽古ばかり。お嫁に行ってさよを産んでもさよを女中さんに任せっぱなしで、お稽古お稽古。おかげで何をやっても人に負けないようになったわ。なぎなたも木立もお茶もお琴もお花も学問も。でもね、ある日お稽古から帰ってみたら、さよはお池に落ちて死んでったんだ。おばちゃん。さよはおばちゃんが殺したのよ。
お鈴ちゃんのお母さんにはなれない。おばちゃん泣かないで、私がさやちゃんになるから泣かないで、泣かないで。お鈴ちゃん、藤里って人は本当は気の毒な人だったんだな。俺たちはどうもあの人を誤解していたみてえだ。子供を死なしちまったことをあんなに苦しんでる。本当はあの人はいい人に違えねえよ。私もう藤里先生に逆らうのやめる。私もやめる。私たちに厳しくするのも一生懸命私たちを教えようとしているのかもしれないわね。そうよ、そうに違いないわ。それなのに私たち先生を恨んだりして、申し訳ないことをしてしまったわ。ねえみんな、私たちもっといい生徒になりましょうよ。武家組の人たちは町人組と机を並べるのを嫌がっていたんではないんですか。私が望みました学問やお稽古に武家も町人もないという先生の言葉がやっと分かりかけてまいりました。一生懸命教えてくださろうとする先生のお気持ちが分からず逆らってばかりいてすいませんでした。これからも厳しいご指導をお願いいたします。お願いいたします。待ちなさい。生徒たちの気持ちが分かってきたようだな。生徒たちは一生懸命そなたを理解しようとしている。それはそなたの良いところを見たからだ。みんな良い生徒たちではないか。そんな生徒たちを裏切りひどい目に遭わせる。何のためにそんなことをするのだ。そなた自分の気持ちを裏切っているのではないのか。もしこれ以上生徒たちを裏切ることがあればそなたを斬る。藤里殿、目を覚ましてくれ。やはりあの女、中将とつながっていたのか。藤里、あちこちで看板を下ろす私塾が増え、思惑通り上様の政を揺さぶり始めたと申すに、お前のところだけはバカバカしくないようじゃの。伊勢塾は逆に評判が上がっとるぞ。どういうことなんだこれは。伊勢塾を潰しに入っていることを忘れたのではあるまいな。私これまでお言いつけに従い塾生たちをひどい目に遭わせてまいりました。なのに塾生たちは一生懸命私を理解しようとしついてこようとしております。そんな塾生たちの気持ちはとても裏切れません。今日限りこのお役から下ろしていただきます。何？黙りなさい。子供を殺し本家を追い出されたその方を拾い上げて身を絶つようにしてくださったのはすべて中将様なのだぞ。今さらそのようなことが言えた義理か。そのことは幾重にもおわび申し上げますゆえ、どうかこのお役だけは
中将殿、どうすればよいのだ。あの女はいろいろと知りすぎている。目付役にでも訴えられたら厄介ですぞ。誰がこんな真似を。中将首里太夫の家臣だ。やはり私塾潰しに関わっていたらしい。お母ちゃん、藤里先生は伊勢塾を潰す前として切られたのではないかしら。やっぱりいい先生なのよ。私たちのために塾を守ろうなんて。お町さん、私たち先生の仇討ちをするわ。このままでは部門の意地が許しません。分かったわ。私もめ組の頭の妹、一緒に行くわ。私だって勘だっこよ。やるわ。ではみんなで。お月様、私のお母ちゃんを助けてください。おすずちゃん、大丈夫だ。お母ちゃんが、お母ちゃんは決して死にやしねえ。門下一同、仇討ちに参上、お覚悟。おお、これは妙な癖者が舞い込んできたぞ。ほれ、可愛がって使わせ。しなきゃもう大丈夫だ。徳田様、私浅はかでございました。中将様たち高家衆の企みに私もあなたの言葉でやっと目が覚めました。あまり喋らん方がいい。いいえ、言わせてください。これはただの嫌がらせではないのです。上様の祭りごとにお点をつけ、ご政道を揺さぶる企みなのです。やはりそうか。お前さん、どうした。お前さん、お前ちゃんの姿がさっきから見当たらないんだよ。何、まさか先生の敵を討つ気じゃ。あの子たち、それほどまでに私のこと。娘たちを預かった。
助けたくば藤里が出向いて来い。中将のやつ汚い真似を。おいおい、起き上がったらし大丈夫かい。どうすんだよ。生徒たちほっとけません。助けに行かねば。いかん、そんなことすれば命がないぞ。構いません、生徒たちは私のことを思ってやってくれたのです。たとえ死んでも行かねば。藤里の気性なら必ずやってくる。構わぬから皆殺しにいたせ。どうした、先ほどの勇ましさ。女子のくせに身の程知らずな真似をするからこういうことになるのだ。女子はの、鼻でもいけていればいいのよ。頭、みんなはここで張り込んでくれ。シーサー頭、頼む。中将様、約束通り参りました。生徒たちを返してください。先生、そうはいかん。その方は知りすぎておる。死んでもらおその方、何者だ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。徳田、お、上様。中将首里太夫とその一党、世の政に不満ならなぜ正々堂々と正面からぶつかってこないのか。藤里を利用し汚い策を弄し、藤里が目覚めたと知りは殺さんと図る。それが商店職とはいえ物町以来の家柄を誇る直参のすることか。吉宗、見過ごしにはできん。成敗いたす。おのれ、get it!
ろ。数々のご無礼お許しくださいませ。気にするな、俺は徳田新之助、それでいい。それよりこれ以上の無理をせず養生をすることだ。そなたにはまた伊勢塾に戻ってもらわねばならんからな。上様、中将首里太夫以下、この企てに加担した高家たちは一人残らず改易となった。私塾に対する弾圧はなくなり、またたくさんの娘たちが戻ってきた。いらしたわよ。皆さんにはいろいろと心配やら迷惑をおかけしましたけれども、今日から教壇に戻ることになりました。また一緒に勉強しましょう。よろしくお願いします。では万葉集を出して。ああ、ちょっとお邪魔しますぞ。美穂殿のことについて話がありましてな。美穂殿が何か。え、なんじゃ、まだ話しておらんのかな。実はこの度上様の肝煎りで美穂殿と大目付上田明殿の一子一之進殿との縁組が決まっての。おめでとう。おめでとう。美穂殿、わしが仲人をして死んぜるからの。いいわね。金尾様、私にもぜひいいお婿さんお願いします。私もぜひ。私にも。金尾様、この俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。姫、では異国のものだというのか。あ、はい、唐か南蛮、そのあたりのものだと思われますが。今歌っていたのは何て歌だ。あ、またこれですか。うん、さあ、なんて歌なんですかね。浅草の縁日で聞いたと言ったな。ええ、そうですよ。武芸君、武芸君、武芸君、無礼は許さない。やれ、救ってやりたい。俺にその力はないだろうか。
よいな、たかが女と夢を思うな。次回、汁屋南の恨み節、どうぞご期待ください。